い、黄金世代の鼓動でございます。あ、噛んだ。黄金世代の鼓動でございます。はい、週末お忙しい、噛んだ。やり直したい。でもそのまま使うだろう、トーマさん。じゃあそのまま進めます。はい、ということで黄金世代のことでございます。今日なんですけども、まあ関東寒いですね。昨日なんか氷が降ったっていう風に聞いたんですけど、本当かなみたいな。自分のところは雨だったんですけどね。だいぶ今日寒いですね。夜8度とかになるみたいなんですけど、はい、翼カップなんですが、珍しく時間が取れて土曜日からしっかりやれてるんですけれども、もうヘトヘトなんですが、今これ何時だろう、7時半ですね。7時半の現在で、ランク15までやれてます。その場合スタンダード全然やってないので、ちょっとプロフェッショナル優先で今回は集中してやってるんですが、明日あんまりできないのでちょっと今日やりだめないとなと思って、ミラティブで、みんなとワイワイしながらちょっとやって進めてったんですけども、思ったよりも、そうですね、即破、今73試合やって65試合、まあ、いつもの倍ぐらい負けてますね。はい、まあ、前々回くらいの方、ちょっと前の放送で、まあ、前回多分倍くらい負けるでしょうという話だったんですけど、まあ、案の定倍くらい負けてますね。内訳は8回負けてるんですけど、2回が自分の Wi-Fi の電波落ちで、だから実質6かな。で、オンタイムで負けた試合が2か3だと思います。で、あとは PK 負け。PK がですね、自分多分 PK がですね、自分に PK 買ったこと、ま、自分に PK 負けたことあるよっていう人いたら教えてほしいんですけど、多分ですね、前回か前々回くらいから PK で勝ったことがないです。じゃんけんなんですけどね、三択のじゃんけんなんですけど、 PK すごい弱い。オンタイム、そうですね、だから実質オンタイムではなかなかそんなに、まああれなんですけど、一回すげえボコられましたね。スタミナ切れで、まあ、多分うまかったですね。スタミナ切れで一回すごいボコられましたね。5失点くらいしましたね。はい。まあ、やってみて、そう、もう、全体的にやってみて、まあ、対人はある程度、10段くらいまではあるような形ですかね。まあ、10段だと若干、対人じゃなくて、まあ、コンピューター増えてきたような感じなんですけども、思ったよりも前回と前々回と比べてどうかな、ばかし、まあ、たまたま自分の場合ですね、あくまで皆さんの今やられてる環境とちょっとどうなんだろう、同じではないので、まだ73試合のサンプルですけど、全体的には日本パーが全体的に増えてるような感じはしますね。混ぜ日本も増えてますし、あと葵くんが、多分葵くんを使ってる方ですね、力、潜在の葵くんを使ってる方が非常に多い印象ですね。あと三浦の復活ですね。欧州パーの方が三浦復活で、三浦キーパーにしてんですけど、強い、もうほんと強い。 53% の三浦って2万6000くらい行くんですか。S30 の三浦とか、葵くんのゼロ距離普通にキャッチされたんで、なんだこれとか思いましたけど、いや強いですね。はい、今困ってんのは、あと政権ディフェンスですね。まあちょっと前のフェス島津の時にも配信させていただいてたんですけども、フェス島津やっぱ強いっす、マジで。本当に政権ディフェンスの方だと、今のところ多分自分1試合で即日本人ゴリゴリでやって1点が限界ですね。多分2点抜けてないです。このただサンプル数自体が政権99の方に多分3方くらいしかお会いしてないので、まだ若土流のうちはね、なんとか葵くんゼロ距離でいけば抜けるっていうのが分かったんですけど、葵くん以外は抜けないですね、やっぱね。はい、あとやっぱ欧州パーは三浦めっちゃ強いですね。潜在使われて、あとこれダンディの威力がちょっとずつ食らってまして、どういったところかっていうと、普通にフィールドパスしてると、たまにパスカットを
自動パスカがいろんなキャラ発動するんですよ、 3% なので、普通にフィールドパス回してるとコレダンディのスキル働いて、え、なんで今パス取られたみたいなのがありますね。結構致命傷を食らった時もありますね、まあ、点取るのと、はい、うん、ただやっぱり全体的に見て、まあ、自分も葵くんを使ってるんですけど、何でしょうね、葵くんでとりあえず削ってみたいなゲームが増えてるような感じかな。まあ自分も多分一緒にやられた方だ、そんなにお前も勝んねえよっていう感じなのかなと思うんですけども、はい、うんうんうん、まあミナティブとかでやって話してる時とかはもう1日1試合で7本も8本も葵くんが打ってくるとどうやったらそんな打てんだろうなとか思ってそんなことないだろうと思いながら、よく聞くと持ったらシュート持ったら、確かに今の葵くん自体は1試合で3本打てるんですよね、何もしなければ。なんで全力とか使えば持ったら葵くん、もうちょっとでもせっかく育てたデッキなのでサイドから攻めたりとか、うん、いろいろやってみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実際ね、やっぱ翼カップだいぶ殺伐としてますので、まあ、自分は思いのほかですね、キックオフヒューガ君がうまくいかなくてヒューガ君のパスカット出ちゃったんで、ジャパンビッグアップガチャのヒューガのワンツー装備させたんですけど、あんまりうまくいかないですね。うん、そしてここに来てね、結構ヒューガ君止められちゃうので、 あと53%の欧州になってからもう、自分が日本49ロベルトインでやってるんですけど、3-2-3-2のフォーメーでやってると、26,000いかないくらいなのかな、エリアが。でもシュナイダーとヒューガーは26,000を今超えてきてるので、エリア外から余裕で飛ぶので、あまりエリアマスター、セーフティーゾーンがあんまり意味ないですね。あと SGGK でやってる分だと SGGK が正直機能しないので、正直1試合に今3失点、そうですね、1試合で3失点は覚悟をしないといけないかなと思ってやってるような感じです。はいはい、3失点はねしちゃいますね、する覚悟を持ってやらないといけないかなというところで頑張ってます。はい、強いですね、もう本当にどのあんまり上に方に来てどうかな、感じたこと、みんなうまい、うまいのと、あとちょっと昔のオンラインみたいな感じに戻ってるかなっていう感想です。代表ガチャが来た時はキーパー結構若林とか何でも結構止めに行ってたと思うんですけど、ここまあちょっと前くらいからやっぱり捨てるシュートを捨てるっていうかね、もうそこは点上げるよっていう、普通のゼロ距離打たれたらもうパンチングとかキャッチ選択して、まあ、ポストに当たったらラッキーみたいな感じのシーンが増えてますね。自分も何が何でもっていうのはもう3失点は覚悟して延長行った時とか、まあ、代わりのキーパーがいればいいんですけど、自分は代わりのキーパーいないので、まあ自分の場合は削られるとすぐ負けますんで、削ってください削ってくださいって言うと本当に削られるので削んないでください。はい、自分はサブキーパーでなんだっけ、オンラインメダルの若島族置いてるんで、見ればね、スタメン見れば分かるんですけど、あ、こいつ削ったら余裕だなと思われちゃうんで、はい、まあただ本当はねエンドコンテンツとしてオンラインが一番楽しいはず、ただフレーマーは楽しいと思うんですよね、フレーマーはまあレギュレーションでもガチでもやっても負けても楽しいと思うんですけど、翼カップの場合はまあ殺伐としてたりとか、まあ頭に来るプレーってよく言われる、まあティファさんですね、ティファさんで禁止しているようなことっていうのがまあしょっちゅう起こるので、まあプレイヤーさんとしてはまあイラッとはするんですけど、やっぱスタンダードも含めてちょっとここが盛り上がってくると強くなろうとか、あ、自分ももうちょっとオンラインやろうみたいな感じが増えてくるといいなぁと思うんですよね、やっぱり一番面白い部分なので、まあ、そういう意味では31日にティファフェスの時に自分今のところ行ける予定になっているんですけども、
はい、ティファのね、運営の方たちと、まあ、ちょっとした大会もあるっていうことなんですが、まあ、改めてそのこのゲームの面白いところっていうのを体感できればいいなとは思うんですけども、うん、なんかねっていうところで、まあ、別にゴリゴリでいいと思うんですけど、うん、まあね、ちょっと海外勢の方たちと自分たちの方でそのゲームの価値観っていうのが圧倒的に違うのでそこはしょうがないかな。何が何でもこのゲームの中でできることを駆使して勝つのがゲームでしょっていうところと、なるべくリアリズムに基づいて勝ちたいっていうところ。まあでもどうですかね、うーん、葵くんに特筆したことではないんですけども、ミナティブやってるとやっぱり葵くんが鼻につく傾向にあるみたいですね。まあそういう風に使われてしまっているっていうところ、まああと強いっていうところがあると思うんですけど、まあでも大丈夫です。ね、今日本力やっぱだいぶパーフェクトじゃない限りはね、だいぶ弱ってきてるので、はい、自分は今もう毎回3失点覚悟してますんで、しょうがないかなと思ってます。はい、パーフェクトね、今から育てていくって言ってもなかなか厳しいので、まあ、今後どうしていこうかなと、まあ、今回やってみて、まあ、前回の翼カップの時の話だと、今回はまあこのまま行きますというような形で、YouTube の方でお話しさせていただいてて、実際やっては見てはいたものの、やっぱり負けが何回だから、オンタイムで、ね、4、5回負けてる、3、4回忘れちゃった。まあ、いや、とりあえず、全部で8回負けてるんで、切断も、電波切れも含めて。いつもよりもこの段階で、うん、倍近く負けてるので、まあ、明らかにこのままではいけないなというところで、じゃあどう方向転換をしていくかっていうところなんですけどね。まあそこで問題になってくるのが、まあ技剥がしだったり、チームスキルキャラが揃ってないかったりとか、いろんな問題が発生してくるんで、まあ、その辺はちょっといろいろ最近チームスキルが出てきたので、面白いのがいろいろできるんじゃないのかなと思って、ではいるんですけどね。はい、まあ今このデッキですね、はい、ご覧になっていただいた通り、オフェンス陣はまあまあ充実してます。はい、オフェンス陣は充実はしてるんですけれども、まあこの辺はまあサブはいるんですが、うん、ボランチ3人、もうちょっと、美杉くんが全体的にやっぱりきつくなってきてますね。彼、Sパスカが欲しいですね。タックルはね、まだトリックタックルで、この2でも全然タックルとしてはいいんですけど、まあ、ワンツー取れないですね。もう本当にマッツーンとマッチアップしてくださいっていうところと、あと、ジトーがね、やっぱり代表ジトーの小細工は通用戦隊がね、もう1枚欲しかった。やっぱり270以上あるので、ゴインナパスカット A 完走しても255しかないので、小細工は通用戦隊をなんとか出してほしいな。はい。あとはどうですかね。うん。はい。これは、あれですね。ランイベって書いてありますけど、潜在覚醒。何の潜在覚醒だっけ？あ、リバーの潜在覚醒のデッキですね。これなら無失点ではいけてますね。パラメーターは、何使ってんだ？フォワード OMF アジアと、フォワード全パラと、これはあれですね。新しい。葵くんのスキルですね。あと日本選手の方を使ってます。多分もっといいスキルがあるかなと思うんですけども。はい。あとは南米。そう、最近だから南米がね、うまく機能してく、自分も南米をちょっと遊びというか、レギュレーションくらいまで、レギュレーションができるくらいまでは南米を本格的に育てたいなと思っているんですけど、いかんせんどうしても最後までボランチとかの問題があるので、なんとかしたいなと思うんですが、結構ね、レオ君の南米単品でいくと、この技属性かつ南米選手は 15% だけど、南米だと 10% だっけ、そうだよね。場合は、あ、7だった。7とか、まあ、これは、あれですね、海外選手 10% とか、これは、あ、これは、あれですね、この、
ロベルトのスキルだったりするんですけど、もっといろいろ面白い、まあ、秘書先生とかね、秘書監督か、秘書監督入れたりとかもしてもいいと思うんですけど、うん、技南米とか混ぜ混ぜ南米はちょっとレギュレーションとかでやると面白いかなとか思ってます。はい、どうしてもね、あの南米のポイントって翼くんいないと意外と機能しないキャラクターが多くて、これもそうですし、これもそうだし、まあ、これもそうなんですけど、どうしても翼くんは入れざるを得ないんで、あと意外と南米っていうくくりにしたときはガルパンがすごい強いのかなと。これにパラメーターがですね 20% 南米が出てれば乗るので 20% ですよね。だから多分これ意外とね、使ってる人あんまり見ないんですけど、ランイベの特攻だったんですけど、この辺はね、いろいろ輝いてくるかなと。全然こっち使うより多分こっちの方が強いと。南米っていうね、こう混ぜ混ぜの時は。はい。で、ソックの方ですね。ソックは自分は今これがソックが限界ですね。葵くんってこっちと、この間のあの、特攻の葵くんとどっちがいいんですかね。自分は守備ってくれればいいんで。ただうさぎ団長さんですね、 YouTube 配信されてうさぎ団長さんとか、ここには葵くんを普通に代表の葵くん使ってたんで、まあ自動パスかとか聞いて使いやすいのかな、どうなんでしょうね。ちょっとね、その辺がソックのね、本気でやってないんであれですけど、ソックもね、レギュレーションくらいまでは育てていきたいなと。まあ今方向性がレギュレーションが本当にいっぱいこう楽しくなるような感じ。ただいろんな人とやるとこう持ってる持ちキャラを99までは育てるの大変なんですけど、30までだったら今配ったりもしてるんで、例えばこのウィンドミルとかも自分全然ブラボ振ってないんですけど、なんかもろもろで25まで生きてたりするんで、あとこれですね、キャノンバースト。キャノンバーストも配ったものだけとかなんで、まあそこら辺にね、30枚だったらなんとなく単作れそうなんですけど、技剥がしとかがね、ないと厳しいなというイメージです。はい。あと、混ぜ混ぜジャパン。あ、犬が吠えた。なんで犬吠えた？すいません。ワンコが吠えましたね。はい。混ぜ混ぜジャパンだとどうしても自分は力の影響が強いのと、秘書先生とか入れて混ぜ混ぜジャパン作ったんですけど、どうしてもまだ力の影響、これでやりたいんですけどね、このデッキか、本当はこれ石崎がいるといいんでしょうね。立花兄弟をここで使いたいんですよ、個人的には。なんかね、これが結構キャプツバっぽいかなと。まあ石崎くんが本当はいない、葵くん外して、ここに石崎がいて、いわゆるジュニアユースフォーメーションみたいのがね、自分ジュニアユースが一番好きなので、ジュニアユースデッキとかでやりたいなと思います。はい。日本パーでやるときに、やっぱりこっち、なんとか若戸流が、今回の翼カップで、ティファンのイベントまでで若戸流をなんとか30にして、なんかちょっと変わったデッキで出場したいなと。パーフェクトは30まで頑張ったので、はい、そんな感じですかね。まあデッキの考察とかもね、いろいろやっていくと今後面白いなと思ってるんですけど、はい、技もね、技は一回考察やって、すごい技剥がしとブラボの数が必要だっていうのが分かったんで、なかなか技にはいけないんですが、まあまあ、いろいろ考えると楽しいんで、楽しいゲームでとは思うんですよ、本当に。はい。で、やっぱりいろんな人たちと、こう、フレマね、勝った、負けたとか、あそこああだったらいいよね、とかできればいいんですけど、なかなかね、今そういう環境をこう作っていく、構築というか、のがね、うまくこう結構内輪周りだけですもんね。はい。まあその辺なんとかね、楽しくなってユーザーの裾野が広がっていけばいいなぁとは思うんですけども、はい、いかんせんね、このゲームやってるメインの人たちっていうのが35歳から45歳っていうのがもう明確に出ちゃってるので、はい、ちょっと YouTube を始めてから本当に、見ていただいてる方の年齢層とかが、まあ、ある程度YouTube というか Google アカウント持ってる時点でね、ある程度 YouTube の方で解析情報っていうのが出ちゃうのであれなんですけど、圧倒的にやっぱり翼世代の方たちなんですよ。そうするといつも何回も言うんですけど、翼の今のラインベもそうですし、まあいろんなゲームのその流れというか、
イベントとかも含めて今のその35歳や45歳のモデルケースっていうのをどういうふうに捉えるかは別ですけど、その人たちの層のライフスタイルには合いづらい、設計内容になってるのかなと思ってます。はい、個人的にはですね、まあ、もちろん自分には合ってるとかアプリゲームってそんなもんだろうっていう風なところで解釈される人もいると思いますし、まあ、ただね、どこまでもキャプテン翼っていうところと一般のアプリゲームとやっぱりキャプツバだよっていうところで、言ってもキャプツバだよ、言ってもアプリゲーだよっていうところと、言っても普通のこんだけ20代10代もしくは小学生がやってないゲームも珍しいですからね高校生とか中学生とか小学生って多分ほぼ皆無だと思うんですよそれくらい普通だったら無課金とかでも高校生とか、中学生とかやってるものって多いと思うんですけどこんだけ大人の人たち、まあ自分もね、おじさん、自分の年齢、まああれですけど、自分の年齢をまあおじさんとして、若い人たちから見ておじさんとしたときに、こんだけ自分たち世代が、コア的に集合してるコンテンツっていうのはもう珍しいコンテンツの一つだとは思うんですよね、やっぱり。はい。セイントセイヤとかね、ああいうコンテンツだと、まあ、いろんな影響で幅広く、20代の方とかもやってるみたいですけど、翼に関してはやっぱりその当時の世代、特に一番大きい影響というのは多分テクモさんのファミコンをやってた人とか、そういう人とか一個前のパソコンゲームとかやってた人とかだとすごい懐かしく感じるのかなと思うんですが、はい、ということでうだうだ話してしまったのですが、まず先に謝っときます。明日アニメジャパン負けたらすいません。本当にすいません。ね。前回も夢 G のデッキ見たんですけど、レギュレーションで全部カンストしてるんで、ちょっとね、当日負けちゃったら本当にすいません。精一杯はやってきますんで、はい。あと当日の進行の流れ次第で夢 G とやらない可能性がありますとか、そういうことを、なんか試合をしないで終わるかもしれないみたいなことも言ってたので、書いてあったので、どうなるかわかんないんですけど、はい。皆様、はい。夢玉もらえなかったらすいません。はい。ということで、今日はこの辺なんですけども、あ、そうだそうだ。で、結局、どうだったかっていうと、あれですね。はい、翼カップなんですが、今全体的に、やってみた感じだと、7割くらいが力、自分ですと、今回6割くらいが力パーで、そのうちの 50% くらいで、欧州と日本パーの、傾向ですね。結構混ざっているので、そういう意味では尖り系の欧州は全体的に6割の3割、そのうちの、6割のうちの 30% は力欧州、 30% が、日本とか、残りのやつが混ぜ混ぜというような力とね、どういうチームスキルかちょっとね確認できないんですけど、で全体的に技アッパーの方っていうのは全体の 10% くらいでしたかね、技アッパーで、あとが、速が、2割くらい、まあ、ちょっと偏ってますよね。で残りが日本混ぜ混ぜ、日本混ぜ混ぜジャパンみたいな感じなんですが、全体的に日本人を使ってる方の傾向が非常に多いかなと思ってます。はい、もうちょっとねバリエーション飛んでいくれると、まあ今回のフェス次第ですけど、南米チカラパとか、即応州、本当は即応州ってもっと流行ってもいいと思うんですけどね、即応州、即応州って多分後ろとかが弱いんですよね、即欧州とか、まあ、即南米もね流行ってもいいと思いますし、まあでもどう考えても今回のその三浦強いので、フェスで三浦っていうのがあんまり考えられなくなりましたね。ジュニアユースの若林くんの潜在とはちょっと違う異質な強さを放っているので、そう考えると、サリナスなんですかね。はい、もしくはキーパーじゃないかもしれないですね。力に対してキーパーではないっていう選択肢もあるので、ちょっと当日までわからないんですけど、はい、自分はですね、もうワンチャン力飛ばして技出したら面白いんじゃないかなと思ってるんですけど技のフォワードとか、技のフォワードで立花兄弟2人とか出したらすごい面白いんじゃないかなとそしたら技ジャパン強いと思いますが、はい、だって今度
新田くん代表で出ましたし、今度あのタイムアタックの日向くん取れて、ツートップで技の立花兄弟2人出たら、まあ強いですよね、絶対強いと思うんですけど、すごい強い。フェスゲーの立花兄弟フォワードしようみたいな、ね、まあ OMF もできてほしいんですよね、多分自分がやってと思うんですけど、立花兄弟で余談になっちゃった。立花兄弟すごい好きなんで、立花兄弟のこの2人がフォワードしかできないんで、 OMF か DMF できてほしいんですけど、ちょっと不便なんですよね、デッキ作れて。この2人をツートップにするのがね、若干リスキーなんで、はい。あとはもう一個これですね。多分潜在が、ソーダくんをですね、あっちに吸収させてしまったんですけど、 JY でソーダくんができてるので、今 1,2,3,4,5 5体まで、6ですね、6体まで、JY の潜在覚醒進んでるので、まあこの子は完全にイベントキャラ、イベントをクリアするためのキャラクターみたいな位置づけになっちゃいましたけど、まあ今後、石崎、まあこれにね潜在ついたらすごいですよね。石崎、あ、力の普通で考えたら多分力の自頭につくのか、力の自頭に多分つくと思うんで、旧自頭、力の旧自頭に多分つくとは思うんですけども、潜在これね、こうで、ここに潜在ついて、潜在ついて、まあジュニアユースはヒューガくんかな、普通で考えたらジュニアユースのヒューガくん、これチームスキルなくなっちゃう、なんかないか、 JY スキル、あ、これありましたね。これでまあ 30%、 67万5000、まあまあ幻突してないんであれですけど、まあこの辺がなんか全部 JY で幻突、潜在覚醒できるとなんか面白いスキルが発動するとかだったら、こういうチームでも自分は面白いかなと思います。はい、まあやっぱりね、一色で染める大変さもありますし、いろんなキャラクター好きなように使って遊びながら楽しくゲームできればいいなと思うんですけども、はい。ということで、なんかうだうだ話してしまったんですが、翼カップをちょっと走ってみて、初日2日目、今日2日目ですね、2日目走ってみての途中経過でした。はい、あくまで、すいません。あくまで、自分のサンプルは70試合くらいと、やってる時間帯とかにもよるので、その偏りっていうのはすごいあると思うので、人によって、その傾向、なんか一説によると、速の人は技ばっか当たって、力の人は速ばっか当たってみたいな、っていう感じが一時ね、よく自分の周りでは言ってたんですけど。はい、ということで、今日はこの辺で終わります。はい。じゃあ、翼カップお会いしたらよろしくお願いします。あんまり遠くから打たないでください。自分も打たないようにします。よろしくお願いします。ありがとうございました。